私たちは今深刻な環境問題に直面しています。空気は排気ガスなどで汚染され、河川は汚れ、身の回りには大量のゴミがあふれています。一方、自然界に目を転じると、そこには緑豊かな美しい光景が広がっています。美しい自然と何かギクシャクした人間社会、どこが違うのでしょうか。地球上には様々な生き物が暮らしています。例えば森林では、春に芽が出て夏に花が咲き、そして秋には枯れてしまう植物もいれば、私たちが生まれた時すでにそこに立っており、私たちが死ぬ時もなおそこに堂々と生きている長寿な木もいます。そしてその森林の環境の中で、さまざまな動物が暮らしています。そこには人間社会のような主役脇役、そしてゴミといった区別はありません。森林に行くと100メーターを超える巨木と出会うことがあります。この巨木はどこから来たのでしょうか。地球が誕生した直後の灼熱の惑星であった頃から存在していたわけではありません。どこからかこの巨木の原材料となる物質が運ばれてきたはずです。土壌から来たのでしょうか。もしそうなら、大量の樹木が生えている森林地帯では土壌成分が減り、地盤沈下が起こっているはずです。そんなことはありません。ではその物質は空気を通して運ばれてきて、そのままそこに溜まっているのでしょうか。もしそうなら、木の生える山は年月とともに高くなっていくはずです。そんなこともありません。ということは、木を構成する材料はどこかから運ばれてきて、どこかに去っていくということになります。すなわちそこには姿形を変えながら移動していく、目には見えない物質の流れがあるということです。木は空気中に含まれる二酸化炭素と水でできています。二酸化炭素は葉から取り入れ、水は根から取り込みます。この水は空気中の水が雨となって大地に降り注いだものです。空気から二酸化炭素と水を集め濃縮し、それを原料として時には100メーターを超える巨木が作り上げられているのです。あのような巨木が空気から集めた材料でできているということを想像してみると、そのあまりに壮大な仕事に驚きます。自然界では形のあるものが永遠にその形を保っていることはできません。すべてのものはいずれ崩れ、バラバラになって散っていく運命にあります。一方、植物は空気中に広がっている二酸化炭素の分子の粒を一つ一つ集めて積み上げ、自身の体を作り上げます。放っておくと、あらゆるものがバラバラになる自然界の常識に反した驚くべき仕組みです。そして植物はこの壮大な仕事を行うために宇宙からやってくる太陽エネルギーを使っています。これが光合成です。光合成とは言い換えれば、宇宙から来る太陽のエネルギーを物質として地球上に蓄える脅威の仕組みなのです。そして私たち動物は植物が光合成によって作ってくれた物質を利用して生きています。私たち動物は植物が存在しなければ生きることはできません。宇宙から来る太陽エネルギーを使い、地球上の物質を集め、そこにエネルギーを蓄えておく仕組みを作る植物、それは地球生命の原点であり、宇宙と地球の接点にある奇跡の機能を持つ存在なのです。植物によって作られたものが様々な生き物によって利用されていく物質の流れに目を転じてみましょう。そこにも地球上の生命が持続的に活動できる仕組みの本質が見えてきます。空気中の二酸化炭素を集めて作られた物質は他の生き物に受け継がれ、そしてまた別の生き物に引き継がれて利用されていきます。これが繰り返されながら、最終的には再び二酸化炭素の姿となって
空気に帰っていきます。空気はあらゆる生き物の体の元となる炭素原子という原料の貯蔵庫なのです。炭素原子はさまざまな生き物の体となって利用されながら、長い時には数千年という年月をかけて空気から空気へと巡る循環の旅をしています。循環の流れの中でつながっているあらゆる生き物の間には主役脇役という関係はありません。すべてが循環を担う重要な要素です。どれが欠けても滑らかな循環は成り立ちません。美しい生態系はすべての生命の連鎖と調和で成り立っているのです。私たち人間は人間社会を自然界と切り離して捉えがちです。人間社会という勝手な尺度で物を役に立つものと役に立たないものに分け、役に立たないものはゴミとして捨ててしまっています。ゴミはそれを次に受け継ぐ生き物のいない存在で、そこに循環の流れはありません。また私たち人間は自然界での本来の流れのスピードを無視しています。木は長い年月をかけて形成され、そしてさらに長い年月をかけて朽ちていき、空気中に帰っていきます。一方私たち人間は木を燃料として燃やし、一瞬のうちに空気に戻してしまいます。石油や石炭などの化石資源は空気中の二酸化炭素が地球レベルの壮大な年月をかけて地下に濃縮隔離されたものです。私たちはそれらを燃料として利用し、本来は生じることのない大量の二酸化炭素を一気に空気中に放出しています。自然界の循環の調和を人間は無意識に乱しているのです。現在の生態系の乱れ、気候変動は人間の人間中心の活動によって引き起こされているのです。私たち人間は地球の一部です。植物とその他の生き物によって成り立っている生態系に依存して生きています。地球と切り離された状態で持続的に生きることはできません。その人間が地球に優しくという上から目線の言葉を使い環境活動を語るのは実におかしなことです。すべての生命システムが調和することにより美しい生態系が形成されるのです。20世紀の人類は大きな発展と同時にさまざまな環境問題を引き起こしました。環境問題を解決して持続的な社会を実現するために必要なことは何でしょうか。私たちは地球と生命の仕組みをもっとよく理解しなければなりません。そして何より私たちは地球システムの一部であるということを自覚した上で、この地球に暮らすための仕組みを謙虚に考えることが必要なのではないでしょうか。